さんこんにちは、ハムパンです。ということでね、今回はですね、うちにねピアノがあるわけなんですけれども、今回ねピアノを使ったね企画をやっていきます。ジングルベルをうまく、どれだけうまく弾けるのかということでね、僕マジでピアノねめっちゃ初心者なんですけれども、今回はね、ピアノ初心者が、ピアノをね弾いてどれくらい上手くなれるのかということをね、検証していきたいと思います。それでは、ゴー!レッツゴー!はい、ピアノ紹介にはなるんですけれどもね、今僕が使っているピアノはこちらですね。電子ピアノになります。それでは見ていきましょう。ちょっと後ろのぬいぐるみが。ですけど、こんな感じですね。こう来まして。で、このね、裏に、ちょっと特殊な形のイヤホンじゃないとダメなんですけれども、イヤホンが付けられる場所とケーブルが繋ぐ場所があります。でね、名前はね、CTK240 っていうね、電子ピアノになります。そんな感じですね。初心者でもね、結構使いやすいピアノになっていて、僕もね、すごい使いやすいと思います。はい、ピアノ紹介はこんな感じでね、早速ね、ジングルベルを、頑張ってやりたいと思います。レッツゴー!ちょっと待って。いきます。ちょっと待って。こんくらいでいいですかね。じゃあいきまーす。イエできました。やばい、超頑張った。めっちゃ疲れました。結果はね、初心者がね、45分間頑張ったらなんとかできるでした。皆さんご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。